劇というのはその一つ現代劇では表せないような人々とのそのつながりや思いのを強く描ける一つの題材だと思っておりますので、また現代劇にはない魅力を感じていただける機会として楽しんでいただくことができるんではないかなというふうに思っています。早く再演をさせていただけるということで、僕も前回は本当にもうとにかく一生懸命皆さんについていくっていうのが主だったんですけども、今回は本当に皆さんと一緒に楽しんで、皆さんとのキャストとかスタッフさんとの信頼関係とかもある中で稽古を始められたんで、すごく有意義な時間を過ごせましたし、この公演を2015年一発目の新春公演として自分的にもスタートできるっていうのが本当に嬉しいなというふうに思ってますね、はい、今回から参加の不安だった気持ちで稽古中に一度自分の中で一回立ち止まってしまった気持ちをこう動かしてくれたのが上川さんであって、それでそれにつられてまた上川さんが先頭に立ってくれることでみんなもどんどん引っ張ってくれたので本当に感謝してます。で個人的にはすごい突っ込んでくれるツッコミが鋭いところが大好きです。ありがとうございます。そうですね、トーンのいいところかどこだろうな、なんかありますかね、探すのか。本人に聞いてください。こういうところね。ツッコミが早いんですよね。本当にもうまさにリーダーって感じですし、もうやっぱり、もう演技はもちろんですけど、プライベートでも本当に男性としての魅力というか、本当に僕自身がもう惚れちゃうっていうか、もう憧れの存在ですね、今は。あんまり言いたくないですけど、でそれぐらい本当にかっこいい方で、もういろんなところを見て盗もうとしてます、僕は。はい。淀の方をやらせていただきます。どうしても悪女論のような豊臣を滅亡させた女性みたいなそういうイメージもあったりするんですけれども、豊臣秀吉亡き後、17年も頑張ってたんですよね、秀頼を守るために。心を込めて、楽しみながら感謝して演じさせていただきたいと思ってます。この上川君の立ち回りね、どこでいつ稽古したのかな、覚えたのかな、その立ち回りってそう簡単にできるもんじゃないんですよ。で僕も一生懸命やってますけども、この動き、要するに刀の使い方、槍の使い方、どこで覚えたの。本当にね、50年やってる僕が感心するんですね。素晴らしい使い方をやるんですよ。これはちょっとできるもんじゃないですね。本当にどこで昔から子供の時から時代劇やったのかなって言いたいくらい本当にうまいです、びっくりします。それは自分の意思ではなく押し込められていた男がある機会を得てその自分の活動の場を手に入れた時にとんでもない働きをしたのがこの男のその生き方のある一側面ではないかなというふうには思うんですね。雪村の短く熱く燃えた一生は火の玉のようなものだったと思いますし、その熱さをぜひこの舞台の上に僕と皆の力で乗せたいなというふうに思っております。